タジオには第54代民謡王座のかすみさんです。よろしくお願いします。そして津軽三味線奏者遠藤正弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてかすみさん、2021年の抱負をまずは聞かせてください。はい、去年に引き続き今年も攻めるでいきたいと思います。攻める、うん、いいですね。かすみさんといえば、はい、去年コロナ禍の中でもね、コンサートをやったり、はい、あと自ら民謡の作詞をしたりと、はい、まあ、攻めてるなって感じしましたけども、はい、この攻めるというのはどういう意味が込められてるんですか？やっぱり私の大好きな津軽民謡をもっと多くの人に広めたくてですね、今年も新たなことに積極的に挑戦したいということで攻めるにしてみました。素晴らしいですね。うん、今日これから歌っていただくのは、はい、祝い歌の兼領節ですが、この歌で新たな試みをするんですよね。はい、この兼領節っていうのが津軽地方で結構広く歌われてるんですけれども、うん、おめでたいワードがたくさんなんですよ。じゃじゃん。お、来た。はい、こちらでございます。はい、歌詞の一部ですけど、はい、少し口ずさんでもらってもいいですか？めでたい正月さまよ、年の初めに千代八千代、こんな感じです。なんか一富士二鷹三なすびとかね、八千代に千代に八千代に若干アレンジしないでください。なんかおめでたい言葉がいっぱい確かに入ってますね。うん、そうなんです。この兼領節は祝賀会とか結婚式とかのおめでたい席でよく歌われるんですけれども、うん、普通は尺八の歌なんですね。はい、なんですけども新たな挑戦ということで、今日は津軽三味線を遠藤正弘さんにお願いしました。いや、さらっと言ってますけど、尺八を三味線って難しいんじゃないですか？めちゃくちゃ難しいんですよね。尺八のリズムというのがありまして、うん、それを三味線でどう表すかなと今回ちょっと大変でした。はい、これでも楽しみだな。普段は、ね、なかなか聞くことができませんから、ね、で僕ずっと気になってんのが、小野さんが今からなんかやってやるぞ顔してんですけど、なんですか？あなたなんかするつもりでしょう。あれ、ほら、いつの間に、うわ、しらじらしいものやるんでしょ。ここに私の喋りなやる気満々じゃないの。いやー、このメンツに混じってやるっていうのはものすごい大変でしたけど、やんなきゃいいんですよ。一生懸命練習しました。邪魔しないで、本当に。かすみさん、いいんですか一緒にこれ？大丈夫だと思います。もうこれ以上確認しないでください。ダメと言われる可能性があるので。そうですか。はい、あ、不安だわ。では小野さんにも準備をね、してもらいましょう。わあ、めっちゃ緊張してきた。小野さん、入る必要ないからさ。はい、では皆様準備はよろしいですか？はい、はい、はい、それではかすみさん作詞で兼領節、メイクユーハッピー。メイクユーハッピー、攻めてますね。お願いします。ほっ。おみくじ引けば大吉でクーポン
ゲットでネットショッピングドライブしてたら招き猫行く先々はパワースポット小野さんは全然分離してましたけどもいやーよかったっすねありがとうございました、はい、ありがとうございました。